どうも、シュージューチャンネルをご覧の皆様、今回はですね、シュージューチャンネルで、進化、そして退化、まあ、それにまつわる土地伝説について語ってみたいと思います。本日はゲストで長谷川さん、まあ、彼は、まあ、進化退化についてのスペシャリスト専門家でございます。ついにで、僕パッとすぐテーマに入りたいんですけれども、まあ、今回のコロナ、僕はこれは、進化しすぎた人間が退化するための準備なんじゃないかなっていうような気がしてるんですよね。で、僕がそれを思うのは、今までその例えば教育に携わっている長谷川さんが特に、はい、体感していると思うんですけれども、寺子屋から200何十年前、教育っていうのは寺子屋でみんなで集まって勉強しようというところから、こう学校ができて、学校に通って友達を作ってっていうところから、まあ今またこのコロナの影響で学校に集まってはいけない、部活で集まってはいけない、じゃあその距離を取りながら、ソーシャルディスタンスを取りながら何ができるのか、本来ならば集まって知恵を出し合って進化していくこのものが、離れてまた何かをやらなければいけないというこのもどかしい退化というんですかね、僕はちょっとそんな風に感じてるんですけど、僕が思うに進化と退化って、うん、自分がね、はい、経験上今から、まあ、10年前までいかないかもしれませんけど、はい、進化退化論っていうと、はい、東京で展示会があったんですよ、はあ、ウーパールーパーの生態系っていうのを展示したんですよ、はい、実際自分行ったんですよ。そこで何がこう展示されたかっていうと、ウーパールーパーの2週間で、僕もやっぱりこう生態系に興味があって、はい、ウーパールーパーって両生類なんですよ、はい、例えばカエルとか、カエルとか、そうですね、あのこういう襟巻きみたいな感じで、ウーパールーパー分かりますか？そう、ウーパールーパーが流行った特徴的なんですよ。一時流行ったと思うんだけど、はい、テーマの中で、はい、ウーパールーパーの1周目こんなありますよ、はい、両生類、両生類の中で水辺があって、水辺の中で捕食しなきゃいけない食べ物があって、はい、中でそういう風に生育してるんですね、はい、でウーパールーパーの2週間後っていうテーマの中で、水辺を失って陸に上がる、陸に上がる、はい、で両生類の中で陸にも上がれますよ、はい、でも両生類の進行調があって、はい、水辺を失うって水辺はないですよ。要は完全に陸生活をしなきゃいけなきゃいけないって環境を与えたんですね、はい、その観察をしたんです、はい、見た光景っていうのは、ウーパールーパーの2週間もって、はい、まずこれがない、あ、ここの特徴的な、これがあれを進化と退化っていうか分かんないんだけど、はい、ない。人はあれを退化っていうか、なくなるんだから、なくなるから、はいはい、退化って言うんでしょうね、はいはいはい、でもう一個、これがなくなるんだからまだいい、はい、足が伸びてました。あー、ウーパールーパーって手短いですよね。泳ぐためにっていうのはあると思うんです、はい、両生類。もう一個すごい、たった2週間で足が伸びてたことによって、僕の見立てでね、ウーパールーパーはトカゲになったんです。あ、トカゲになったもんだから素早い昆虫を食べれる、食べれる、あっていうことは、僕からすると進化でも、ウーパールーパーの元々からすると退化、退化なのかなっていう、こう疑問、はいはい、があった中で、僕ね、その当時思ったのは、ウーパールーパーって最強の生物かも。質問なんですけれども、その元々はこう山椒魚的な感じなんですか？もちろん山椒魚という、うん、もう本当にカエルですよ。両生類なんで、もう本当カエルに近いっていうか、近い、こう水辺でもいい、水辺でもいいし、でウーパールーパーの状態では陸に上がるじゃないですか、はい、カエルほど多分フットワーク軽くないと思うんですよ。もともね、その間の2週間の間って、そのウーパールーパーってどんな、だって悩むよね、はい、でも僕ね、この間映像で見たんです、ウーパールーパー、もともと沼地で生きるらしい、あ、ってことはすごい臆病で、はい、隠れる場所を探しながら待ってるんだよね、はい、餌を、はい、典型的な沼地に住んでる生き物だって、とてもじゃないけど両生類に思えない、もともとの原型が。あ、でもウーパールーパーって何色ですか？
僕のペットとして見るとなんかアルビノ的 な、 なんか白っぽいような、はいはい、白っぽいようなちょっとピンクがあって、はいはい、僕ねこの間映像見てびっくりしました。ウーパールバイで寝て黒なんですよ。あー真っ黒ので沼津で、はい、沼津のこの僻地に行って、はい、そこに潜んでて餌を待ってるっていうのがウーパールバイらしい。ってことは進化したの、それとも退化したの、すごい悩んで俺からすると確かにですね。もともとがウーパールーパーとしてだと説得力には欠けますよね。足が伸びてたって短期間で、はい、これは何だろう、そのすごい疑問に持った。僕が思うにはウーパールーパーってだからエラ呼吸できるんですか。そう、両生類なんで。で陸に上げるとそれからは肺呼吸に変わるってことですか。もう両生類の特徴なんで。でも、もっと言うと両生類っていっぱいいるんですよ、実は、はあ、でも、同時にウーパールーパー短期間でこの誰もやってる時がないウーパールーパー展っていうのは、はあ、その醍醐味でドラゴンボールの世界でセルみたいな腕が伸びてグンって腕が伸びて、はあ、その環境に合わせるみたいなことを、はあ、ウーパールーパーをやった。それって、そうやってきたのかなと思ってて生き物って、はあ、例えばゴキブリ、はあ言われてるじゃん。もともと原型をとどめない生き物ってゴキブリなんだ。でも今でもいるゴキブリホイホイとかさ、あそういうものが今あっても生き続けるっていう個体強いですね。そうそう、ってことは進化を遂げてるんじゃない。その進化っていうか分かんないよ、はい、人間が進化してるからあれかもしれないけど見事にゴキブリっていう生き物は生きてる、うん、ってなると何か考え深くない。どうなんですかね、それを例えばウーパールーパーみたいにその水、人間が水で生活しなければいけないっていうタイミングの時に絶対対応できないじゃないですか。そうです。なぜウーパールーパーだけっていうのはまだ答えは出てないってことですか。ない、研究テーマにもないじゃない。あよく昔こう映画でウォーターワールドっていうあったあった、人間がね、ヒレがあって、ヒレがあって、耳の裏にエラがあって、ヒミコスだね、あれが多分ウーパールーパーの理屈になるってことですよね。何が進化で、うん、何が退化が分かんなくなったっていうのはウーパールーパー。ああ、僕的にはそのウーパールーパーはだからもともとは水辺であって陸地に上がったらそのトカゲに変わっていくっていうのはこれは進化なのかな。いや、人は多分ね、多分大半は進化なの。あでも元々の機能を備えているならば、うん、俺からすると退化。でもその進化退化って隣り事自体がナンセンスで、はいはいはい、俺からするとウーパールーパーって本当お利口さんで、うん、適応するんじゃないかと。適応って進化も退化もないと思う。なるほど、適応という言葉でまとめるとですね、うん、はい、本質にこう表したのはウーパールーパーだと思ってたらすごい興味を持って、はい、ぜひ一回なんかね、ウーパールーパーに興味持ってもらいたいなと思って。答えとしては出せないですね。ない答えがなくて、ね、その適応する速度の速さっていうそれがね、驚異的。人類の進化論とか、うん、まあ進化論をみんな言うね、ダーウィンの人って言うじゃん、うん、でも進化論で言うと驚異的で、うん、このスピードって、はい、それがテーマだったもともと。そう考えるとさ、興味深いですね。2週間で本当にガラッと変わる。そう。だからそれもその今回のコロナ禍と同じような気がしてて、適応って求められてて、はい、同時にできるのかな、できるんじゃないか。ウーパールーパーができたんだから、はい、とかってなんか投影する部分もあって、人間もそのウーパールーパーと同じくらいの速度でその変わっていく環境に適応していく能力がなければなんかいい指標になるかな、ね、その2週間で例えばその教育の2週間で集まってはいけない、学校に来ちゃいけない、部活もやっちゃいけない、その速度に合わせていろいろ僕たちの世代からいくと子供たちに残すための未来をどういう風に適応させていけるかってことですよね。進化でもなく退化でもなく適応、ね、すごい考えとか、あ全然違えよ、すごいかなと思ってて今日話しました。